金や兄さんの通学に便利なんだ。電車通学か、いいね。駅前のマンションは高いから庶民には無理無理。ついに新しい駅が開業しました。家に駅が作れないかだって。さすがにそんな道具はないか。ラッシュ時はあるよ。さて、え、本当に入れる。なんだ、おもちゃか。ルおもちゃなんかじゃないぞ。それは電気を送る変電所。へえ。君の駅の完成だ、やっぱりおもちゃじゃないか。おもちゃじゃない。うわ、いっぱいあるね。どれにしようかな。渋いのを選ぶね。それはディーゼル機関車だ。電気じゃなく燃料を使って走る列車で。ちょっと古臭いな。やっぱりこっち。寝台車か、のび太くんらしい。おお。あれ、何か出たよ。それを電車にかざしてごらん。これで寝ながら学校に行けないかな、君は怠けることに関しては天才だな。ありがとう。学校までの線路は自分で敷いてくれや。わかった。なんで？みんなが一斉に出発できるわけないだろ。頼んだよ。
と便利だな。二度寝しながら学校に行けるなんて最高。おやすみ。ふう、これならみんな遅刻しないで行けそうだ。ん？線路トラブル？どうかしたかい？昨日置いた線路がないんだよ。なんだって？おいドラえもん、線路がなくて進めねえぞ。ドラちゃん、こっちも線路がないみたい。どういうことだ？え？誰だ、部屋道にゴミなど置きよって。雷さんが全部片付けちゃったんだよ。大変だ。よし、みんなの電車をバックさせて近くの駅で降ろすから、僕の言う駅まで走ってくれ。電車通学なのになんで走らなきゃなんねんだよ。ついたの？ちょっと何？緊急事態だ。君の電車でみんなを学校に送り届けることになった。あんなに快適だったのに。迂回してここを切り替えて。